皆様こんにちは。今回は Google Play ゲームのスクリーンキャプチャ機能を利用してゲーム以外の画面を録画する方法をご紹介させていただきます。 Android にインストールされている Google Play ゲームアプリにはゲームのプレイ模様を録画できるスクリーンキャプチャ機能が実装されています。しかしこの機能は必ずしもゲームでしか利用できないわけではなく、ゲーム以外のスクリーンキャプチャを行うことが可能です。Google Play ゲームでゲーム以外の画面を録画するには、まず Google Play ゲームに対応した何かしらのゲームアプリをインストールしておいてください。アプリは無料のアプリで構いません。ゲームアプリをインストールしたら Google Play ゲームアプリを起動します。直接ゲームアプリを起動すると録画ができないのでご注意ください。 Google Play ゲーム対応のゲームアプリをインストールすると、 Google Play ゲームのホーム画面にゲームプレイの録画セクションが表示されます。ここに表示されるゲームプレイの録画をタッチします。録画時の画質設定が表示されるので、 720p HD か 480p SD を選択して開始をタッチします。するとゲームアプリが起動すると同時に録画用のフローティングバルーンが表示されます。この時のゲームアプリを終了してもフローティングバルーンは表示されたままとなるので、これを応用して録画を行うことができるわけです。あとは録画を行うタイミングでフローティングバルーンの録画ボタンをタッチします。録画ボタンをタッチすると3秒後に録画が開始され、再度録画ボタンをタッチすることで録画が停止となります。ちなみに一時停止機能はありません。録画された動画は内部ストレージのムービーフォルダの中にあるスクリーンキャストフォルダに保存されます。このほかマイクボタンでは音声のオンオフ、ビデオボタンではフロントカメラを利用したワイプウィンドウのオンオフをそれぞれ切り替えることが可能です。またフローティングバルーン中央をタッチすることでボタンを最小化することができます。 Google Play ゲームのスクリーンキャプチャ機能はゲームプレイの録画実況はもちろん、Android の操作方法を紹介した動画を撮るときなどに便利です。ぜひ参考にしてみてください。以上、Google Play ゲームのスクリーンキャプチャ機能を利用して、ゲーム以外の画面を録画する方法のご紹介でした。